マフマフは下ネタがダメだから男の会話ができない。おー、そんなことが理由？そんな、なんか配信で下ネタをバンバン言いたいからあいつは呼ばないみたいな感じ？なるほどね。いいよ全然。あの別に僕から変な下ネタをボンボコ言ったりしないけど、一緒に乗っかれたりするよ。タンバリン叩いたり、うわー面白いって。なんか前俺と坂田がさ、なんかなんの話だったかな、でもなんかちょっと下ネタっぽいことでこう盛り上がってる時に、マフマフと浦田くんはやっぱちょっと一歩こう引いたところでなんか喋ってるよみたいな。ああそう、下着か水着かね。そうなんか全然乗ってくれなかったよな、そういや。いやなんかなんじゃない、いやなんかさ嫌じゃん。俺と坂田が爆盛り上がりしてるときくだらねえ。いやなんかそのどう乗ったらいいの、僕は下着派ですとか言えばいいの、僕は水着派ですとか。いやそう自分の意見をやっぱちゃんと話すのが大事なんじゃない、やっぱり。あ、水着も下着も変わんなくらい、ほぼ同じじゃん、だって形状が。今それいや結局だからあの時は、恥じらいが大事なんだ、恥じらいが大事なんだっていう話になった。ああなるほど。ああそこでもこう恥ずかしがってる方がいいよねっていう。ああそうだね、うわーいそれはそう、やりづらこれやりづら。確かになんかまあ堂々と出されてる下着があったとしたら、それはなんかああモデルさんとかがこうバーンってこうやっぱりさ、かっこいいポーズ、下着でかっこいいポーズ撮っててもやっぱりあんまりねかっこいいなとしか思わないからね。なるほど。それだったらこうエッチなアニメとかにあるこう風とかでこうめくれちゃってキャーみたいな、そういうのの方がね。ああ見えないものが見えたときにロマンがあるんですね。そうラッキースケベに、ラッキースケベの方がいいよねやっぱり。そうですね、うん、違う、天体観測ではない、違うその名曲の歌詞を、名曲の歌詞をそんな今の会話の中にそういう意味そんなそんなもうバンプに土下座そんな意味で言ったんじゃない、天体観測の歌詞として言ったんじゃない見えないものをね望遠鏡でとそれもう犯罪じゃねえか、スケベ野郎だな盗撮本当に良くないそれ、今の会話本当に良くない、これカットです、うん